始まりまりしたカルティベースラジオこの番組はこれからの時代の人と組織のマネージメントの実践論を探求していく番組です、えー、経営コンサルティングファームであり文科省認定の研究機関でもある株式会社みみぐりがお送りしております私パーソナリティを務めます株式会社みみぐり共同代表の安西由紀です同じく共同代表の南戸べいですよろしくお願いいたしますはいというわけで本日もやっていきたいと思いますがカルティベース まあ今日は探求ってっていうことでねちょっと探求に関する話をしていく新コーナーをやっていこうと思ってましてまあこれまでわりとあの今日もも思いっきり子育て論の話をしちゃいましたけど一応、ね組織経営マネジメントにまつわるよもやま話という,う名を打ってしまっているのでまあもうちょっとね仕事に関する話もしようと仕事に関する話なのか怪しいですけどねね探求の話は怪しいですけども。うん まあでもね、あのこれからのキャリアデザインにおいてはあのすごくキーワードになると私は思っているので探求の話をちょっとしようということなんですけども、うん、まあこれなんかみなべさんのこう提案もあっての新コーナーということなんですけどどんんななコーナーナですか、はい、これはね冒険のヒントあるじゃないですか犯罪勇気のボイシーの3000人くらいが毎日聞いてくださってますけど。あの、はい あの番組で探求の話をめっちゃしてるじゃないですか。はい、でね、あんまりカルティベース TV とかラジオとかでは探求の話してないんですよね。だから、まあまあ、直接的には。そう、だからここの探求の話をしたらね、流入してくれるんじゃないかなって思って。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ打算的じゃん。あ<の>カルティベース TV の場合はね、インタラクションできますからね。<laughs> なるほどね。 僕の5位シーのリスナーを引っ張ってこようという企画ですそ、はい。そう、3000人引っ張ってこれるんでね。<laughs> <laughs> なるほどね、確かに確かに。<laughs> はい。じゃあ、マーケティング探究についてちゃんとね、話していこうって話ですよ。うん、犯罪勇気のね、はい、周辺のね、SNS のところには、探究についてね、聞きたいなとかね、探究について深掘りしたいなっていう方がね、最近いらっしゃるはずだから、探究の話をしたいなって思ってます。うん、なるほどですね。はい。はい <laughs> という研究って、てんてんてんって。なって、はい、今テロップでも探求は。結局何なのさって出てますけど、はい。これ何を話していく。といいんでしょうか、はい。はい、探求って何なんですか。えっと、い。問い、それだけ <laughs> <laughs>。いや、いや、あのね。イントロします。はい、イントロする。イントロする。はいはい、イントロする。た、た探求難しくない。いや。あのさ。探求の難しさっていろいろあると思うのよね。 いや最近ね社内のあの対話で集まってるのを僕ね観測したんですよ。対話、うん、あの探究ってそもそもなんだろうねみたいななんかそういう話をしてるのを僕観測したんですよね。でなんかいくつかの探究の捉え方の難しさみたいなのがあってさなんか キャリアビジョン的な,なんかテーマをバーンって定めて深掘っていくみたいな話にもなんか捉えられるんだけどでもなんかさどっちらか学習的な話としても捉えられるじゃんプロセス的にさそれを楽しんでいくみたいな,なんかいろんな切り口があるなって思ったんですよね。安西さんはさ探求テーマ定めるといいっすよ探求ビジョンがいいっすよとか今日もいや好奇心のスイッチを入れてやると探求テーマが かかどりますよとかさ話してやるじゃんでもさ、うん、根本で探究っていうものをちゃんとなんか捉えていきたいなって思ってさ難しいのよ探究捉えるのが。うんうん、探究って何ですかな探求って何だろうと思って僕ね青オに行ってね探究の本とか読んだんですよ。ね。はい、探究について書かれた本を読んだんですよ。 けどなんか人によって言ってることは結構違くってさ全然違くってさ、うん、人によってはあの物事の捉え方要はスキーマなんか自分の認知のフレームワークがあってそれを変えていくっていうこと変化し続けるっていうことが探究学習によってできるからいいんだみたいなことをおっしゃる人もいるしうんいいだって。でね <laughs> さん <laughs> でね探求っていうのはなんか探求テーマとかそういうのって花みたいなもんだとでその下には根みたいなのがあって好奇心だったりとかテーマとかなんかサブテーマいろいろなものがあってそこに関心を深く持っていくっていうことそれをやっていく学習で結果的に花が咲いてくるんだみたいなことを言ってる人がいたりとかね。ほう,ほうなるほど。ほう 僕が一切先行研究をレビューしていないことがだんだん分かってくるんです <laughs> いろんなるでね社内で結構話が上がったのがなんか探究テーマをバンって定めてあのなんか探索をしていくっていうやり方もあるけど自分自身が経験をいろいろしてきたものをなんかこ編纂してそれを名前付けをするっていう後付けの探究みたいな。 やり方もあうん、うんうん、い,いろんな,なんか探求の捉え方があるなと思っていて、うん、探求って何なんですすかかか何なんででね確にも探求テーマを掲げてやっていくやり方でも今の例に挙がってたみたいにいろいろやってったものをリフレクションした結果自分の探求テーマが言語化できるみたいなことも それ両方ありうるなと思うのでなんかそのプロセスには探求かどうか、うん、こっちは探求でこっちは探求じゃないみたいな識別はないなと思ったんですけど、うん、なんか探求の対比されるものって多分いわゆる自分と離れた遠いところに目標を置いてでその目標にから逆算して合理的に賢くやっていく方法と対比されてるんですね、僕の中では。 な5年後こうなるとか、まあそれこそ受験勉強とかもそうだと思うんですけど、この志望校に行くためには、この科目はいらないからやらなくていい、この科目をやるべきだっていう、いわゆる選択と集中って言って、僕が言ってる目標逆算の考え方じゃなくて、目標から逆算するんじゃなくて、今の関心、今、関心はこの手元というか、もう、あるわけじゃないですか、体の中に、興味とか、面白いと思うものとか。 うん、こ同じようなものに見えてもこっちは興奮しないんだけどこっちは興奮するとかってなんかそういう自分の中の関心があった時にその関心から順算逆算の逆ですね順算してやってりっていう、ええ、結果どこにたどり着くかわからないっていうモードチェンジをした状態こっちのモードを探求モードっていうふに呼んでるんで<お>まあだから チャットで生き方みたいなものってコメントいただきましたけどなんかそう生き方のモードが目標逆算型と関心順算型があってこっち側を探求って呼んでるでその結果その関心を一旦探求テーマとして言語化して関連するものを読んだりなんか作ったりするっていうのが合う人もいればそこはなんかおぼろげに言葉にしないままなんか作品を作ったりいろんな仕事をしたり。 してこれって何だったんだろうなと思った結果だんだん言語化されてくるっていうタイプがいるんですけどどっちにしても自分の関心を起点にこう野生で生きてるんでなんかそういう営みを意識的にやっていくというかそっちに目標逆算を無理にしないで生きることを探求って言ってるって感じかな。まあ生き方っていう話もあったけど、うん、なんかそういうプロセスを大切にしているみたいな話。うん で安西さんのさあのねなんか問いのデザインとかルールデザインとかさ探究テーマドーンってあったりとかするじゃないですか。かそれで言うと、うん、なんか目標を定めてそれであのいい感じの本だったり研究を出すためにいろいろ動いてるように見えるんだけれども。うん なんかそのテーマを定めることとさっきのプロセスみたいなのが両立できるよみたいな話違う <laughs> まあそうですねまあ確かに問いのデザインまあ本をいついつまでに書きますっていうのは目標設定しているようにも確かに見えるかもしれないんだけど、うん、なんだろうな難しいですねなんかまあでもまさに衝動の話につながるんですけど、うん、なんか例えば僕がまあ来年40歳ですと。 で45歳までになんかこういう経営者になりたいとかこういう研究者になりたいって逆算するとあこのままだとあれだからちょっとこういうスキルも身につけとかないとなとか,なんかこういうことをもっとしていかないといけないなとかっていう風にやって来年何々するってなんだろう、うん、だいぶこうご合理的に戦略的に考えてるじゃないですか頭で。はい、だけどルルールデザインの本って そういういなんかこう,こうしたらルールの本書いておいた方がいいかもなって考えたってよりかは水野タスクさんがいてえ俺と水野タスクさんで本書いたらめっちゃ面白そうじゃないみたいななんかその衝動からも始まってるんですよね。ルールの本書きたかったっていうよりかはなんかまあ水野さんともっと仲良くなりたかったとか面白いな、この人とかこの人と一緒に書いて本書いたらめっちゃ面白そうだなうーんあでも法のデザイン問いのデザインだからルールのデザイン 掛け合わせししたら本も売れそうだしなんか「いいねやろう」ってこの指止まってくれるかも水野さんほとルールのデザイン書きませんかみたいな感じなんですよ。で結果それを後付けでまあルール確かに僕遊びとか遊びとか関心ある実際言ってたから将来的に遊びのデザインとかやる時につながるかもなとか組織文化の研究とかしたいなと思ってたから組織カルチャーとルールの関係性とかにしちゃえば僕の組織の研究の一部に 繋がるだろううなとかっていうふうにその後なんかまあ半ば戦略的後付け的戦略的に意味付けしたりこうやったらもうちょっと意味のある活動だとみんなに思ってもらえそうだなみたいなた企みはしますけど起点は水野さんと本家来てーなーから始まってるんですよね、うん。なるほど。だからそれがね結構探究においては重要な気がするって感じですかね。 ブレイクダウンじゃないんだね、うん、だから <laughs> 論理思考とかっていうかさ物事を分解してでつまり、えー、この目標達成のためにはこれを分解して今これをすべきなんだけど安斎さんの水野タスクさんとやりたいな仲良くなりたいなみたいな要素があって別の要素とかもあって組み合わせたら結果的になんかおっきいことなせるっしょみたいな、うん、なんか <laughs>。 こう組み合わせてて発展しいまあそうですねそうですねあと多分今大前提すぎて言語化してなかったんですけど<あ>その結果書く本がどんなものかは全く分かんないんですよで<ー>僕と水野さんがどう噛み合うかも分かんないし水野さんがどんなナレッジを持ってるのかもあんま分かんないですよね結構その分かってないってことは結構重要な気がしていて やっぱ探求って究極ある程度こうなるだろうなって分かった上でそれをうまく勝っていくみたいな,なんか感じじゃないですよね。例えば子供とオセロを打つ時にだいこう流れ想像つくじゃないですかああ子供あそこ打っちゃったなこのままいくとこうなるなみたいなところで次の打ってを決めるってなんか一定こう見えている分かった 言っている物語の中で戦略的計画的に自分の次の手を決めるっていうのって結構合理的な身体なんですけどはい、はい、水野タスクさんとルールのデザイン書くってこれ第3章とか何書くことになるのかとか一切分かんないんじゃないし <No. S 1> 結果自分が書き終えた時に何について自分が新しい知恵を持ってるかどうかって想像がつかないんですよね想像がつかないはずなのに一緒に本を書きたいと思ってしまってるっていうこの 未来の未知に対して現在の衝動が湧いている状態っていうこ,この営みを活,活動として落とし込んでいくためにテーマ設定する必要があったり本を書くというマイルストーンを決めたりする必要があってそこには計画とか合理のマネジメントが必要だと思うんですけどなんかそういう前提あんまよくわからないことに対して挑んでいくっていうのは探求の一つの大事なポイントだと思いますけどね。うんあ なんかあれだね、探求とはこうなんじゃないかって、いろんなカッティング、いろんな切り口で、なんかさ,さっきの話で分からなさを楽しむよネガティブケイパビリティ的な話じゃねえかとか、うん、なんかいろんな要素が含まれてるんだなーっていう気はしたんですけど。うん、そうですね。なんで探求やるんすか <laughs> なんで探求やるか <laughs>。うん。なんで探求やるか。でも そうですね。なんか探求って、ボイシーとかでもよく話してるんですけど、なんか、好きなことを仕事にしようみたいな話あるじゃないですか。はい。あれと結構違う話だよなとも思ってるんですよ。違う話なんだ。うん。なんか違う。<い>まあ、全く違わないんだけど、うん、全く違うわけじゃないんだけど、なんか <laughs>、 好きなことを仕事にしよう、好きなことをやろうってなると、例えば私はゲームが好きですとか、ダンスが好きですとか、パッて思いつくよね、話今好きなことをねな。なるじゃないですか。うん、で、例えばうちの娘だったらダンスが好きですとか、まあ、マイクラが好きですっ,つって、うん、じゃあマイクラやろうねって、これもまあシンプルにあの探究学習だと思うんですよ。マイクラの中で自分のワールドを作るとか、ダンスを練習するとかね。なんだけど、やっぱこう、 ちっちゃい頃はそれでいいかもしれないですけど、なんか大人の探究って、なんか例えば、娘だったら <coughs>、足し算はすごい好きなんだけど、ン、うん、はすごい嫌いなわけですよ。<laughs> あんなに足し算がやりたい、あんなに足し算の問題どんどん出したい。嫌い嫌いって。<laughs> そうそう、てください。足したいんですよ、足したくてたまらないのに、大量の足し算のドリルから雲を渡されるとやりたくないっていうわけですよ。うん で結構これ重要だと思っててだから「娘は足し算が好きなんですね」「じゃあ足し算のやりたいんですね」で「だから雲に行きたい」って言ったのに雲は嫌いだったっていうこのなんか、うん、こ,ここにヒントがあるわけじゃないです何か,かあるよね、はい、ありますね足し算は好きなのに足し算 <laughs> そうってなるよねだから足したくてたまらないはずなのになんでこれは受け入れられなかったのか っていうところに自分のなんかこうまだ自分が気づいていない自分の才能だったりとかこう自分の特性だったりとかこういう時に自分はもっと輝けるんだけどこういう時に自分はパワーが出ないとかっていうからくりがあるわけじゃないですか。はでそれはなんかもうちょっとじゃこういうやり方だったら自分はもっと足し算を楽しめるかもしれないって仮説を立ててやってみるみたいなことやらないと。 一生気づけなないいじゃないですかダンスが楽しいからダンスだけやってるとなんか、はい、ゲームが好きだからゲームだけやってるとなんか,自分の分からななさには迫っていけないわけけわですよね、うん、なんかマイクラは好きなのになんでゲーム同じゲームなのに似たようなこのゲームは好きじゃないんだろうとか何であれは死んでもやりたくないんだろうとか、はい、お金をもらってもやりたくないんだろうとかっていういろんなこう喜怒哀楽とか恐れとか恥ずかしさとか、うん、いろんな感情の向こう側に。 なんかもうちょっと自分がパワーを発揮できてる未来だったりとかもっと生きやすくなってる自分の状態みたいなのがあった時になんかそこに <laughs> 向き合い続ける、まあ、探究し続けるってことはなんか自分をより生かしやすくなっていくというか、まあ、自分をケアすることでもあるとかって僕がよく言ってるのはそういう理由でなんか <laughs> 自分の喜怒哀楽の壺をより知るための営みでもあるって感じですかね。 あ,あ <coughs> <coughs> 自分の取り扱い説明書そうだ,だから僕組織の研究してるけど組織めちゃくちゃ嫌いだし会社めっちゃ嫌いだしああルールも大嫌いなんですよああだからこうよくはからりルールとかを提示されてこれルールなんでしょうがないんでって言われるとすごい許せなくなるはっほですか <laughs> 今度飲み会でやってみようかこれルールなんで <laughs> これルールなんでって <laughs> ちょっと面白いからやってみてほしいですけど <laughs> まあまあみたいになんかこうルール僕,僕にとってルールっていうのは興味があるし好きだし面白そうだけどめっちゃムカつくものなんですよねそう、はい、だから多分水野さんと一緒に本を書いたら多分僕が何でこんなにルールが好きだけど嫌いなのかが分かりそうまだ分かんないけどみたいな。 だから探求って極めて自分に向いてるものでもあり世の中の対象に向いてるものでありっていうなんかこういう双方向的な感じなんですよね。なるほどね。自分の取扱い説明書でもあるし、はい、自分が世界をどう見てるかっていうことを言語化していく営みでもあるし、うん、それによって世界とうまくつながっていくっていう話でもあるしあと、はい、なんか。 自分をメタに見て面白がるみたいな話でもあんだなって思った、うん、ああでもそうかもしれないですねう,う,うんそうかもしれないいやだってみなべさんもさ、うん、話そうと思えばいくらでも組織デザインとマネージメントの知見をさいくらでも何時間でも話せるわけじゃないですか、はい、多分話せると思います、うん、だけどさ「鬼滅の刃の」が組織論的にどうなってるかは、うん、危機として喋ってくれるのに、うん 配給を組織論的に喋ってくれるのに、うん、もう組織論のナレッジを直接的に語ってくれって言われても教えてくれないじゃないですかあんまり語りたくないですね <laughs> <laughs> よくないですね <laughs> いや全然 <laughs> く,あのく,くれたらねあの社内のみんなねあのくれたら全然いくらでも <laughs> 何時間でもね 話しま,すよまあまあまあ,あの <laughs> 目の前にそれで本当に困ってる人がいたら確かに南さんにいくらでもナレッジ提供するなってそれはそれでまた別の衝動があるんだろうなと思うんですけど例えばカルティベス TV のお品書きに一生そういう話題入ってこないじゃないですかそうだねうか確かにね、えー、マトリックス型組織を言ったらンタラとかも絶対入れないでしょう次回入れますよ <laughs> 本当<に>次回評価制度育成研修とか入れますよ <laughs> 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 俺ももも一枚入れさせてもらおうからもしっ <laughs> マトリックス型組織はなぜうまくいかな <laughs> <laughs>、はい、まあ、みたいなね、なんかそういうのがあるわけじゃない、はい、組織組織,組織論について専門家だし、組織が好きだし、組織について極めたいけど、うん、なんかこれについては話したくないみたいなのがあるわけじゃないですか。はい、ありますよね。<laughs> そ,うなんかそういうそこの矛盾した何かの間に自分の。 より良い才能の生かし方というか、うん、自分がもっと面白いと思うものが多分分かってないんだけどまだあるはずみたいな,うなんかそういうのがねこうを探っていく衝動的かつ身体的な営みなんじゃないですかまあ自分で自分一生分かんないですからね仮説的に探求してあ,あ自分こうだったんだ分かったわみたいな感じになるとすごい生きやすいしやりやすくなるもんなうんそうですねえ<う>はい。ということで 今日はそんな感じでで探求ってとということでね、はい、結局探求って何だったのかっていうのを一言でまとめると何なのかは難しいんですけど、まあ、いろんな角度から、ね、お話ししてきましたということで、はい、ちょっと次回からも、ね、この探求に絡めて、えー、またお話をしたいなと思っておりますので、うんえー、今日はここまでにしたいと思います。<music> <music> はいというわけで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました、えー、番組への感想は「ハッシュタグカルティベース」にてお待ちしております質問お便りお仕事の相談そして耳ぐりで一緒に働きたいというあの採用の、えー、お声がけなどもですね是非お気軽にご連絡いただければと思いますそれでは来週もお楽しみにしていてくださいありがとうございました <music>